シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。陽気の件は超企業のギミック判明したから考察していくってやつだね。さあ、早速出やがったのはちょっと驚いたわ。レクイエムで結構時間かかったから、今回も遅くなると思ったらすぐ出たから、昨日の動画が結構中途半端な感じになってるけど、まあ、一応見ていくぜ。さあ、これが4月20日、超究極が来る日の、まあ、降臨日程なんだけど、まあ、ここにビーラがお昼に来てるから、おそらく水属性の超究極が来るんじゃないかと予測したら、見事に、まあ、伊達政宗が来てくれて、さらに、この、まあ、ビーラと同じ不遇組の、まあ、ビナ、結構共通点があって、それがアンチミルと、まあ、状態異常回復。で、この2つがおそらくギミックとして出てくるんじゃないかと、まあ、予想したら、まあ、なんと、いい感じに、これね、アンチウィンドウが活かせるクエストになってるね。ウィンドウがこのビックリマークついてるから、これ怖いね。で、さらにそこに、この減速壁も追加でやってきたと。で、これが結構よ、あれやばいんだねってなってるかもしんないんだけど、まあおそらくこの減速壁は全く気にしなくていい。まあ理由は後で説明するんだけど、で、もう一個このキューブが、この究極の方にも存在すると。で、さらに減速壁はこっちにもある。だから要するに、この減速壁とキューブはセットのギミックになっていると。で、これがこっちね。で、さらに、ま、ウィンドが出てきて、まあ、邪魔してくるんだな。さらに難しく頭を使うクエストになってる可能性がある。で、この減速壁について詳しく説明する前に、ちょっと見てもらうんだけど、この減速壁のギミック、水属性で、アンチウィンド、そして減速壁を持ってから、もうこいつしかいねえのよ。いや、おかしいだろ。こののび太がこのアンチウィンドとアンチ減速壁持ってて対応してんのね。で、まあ情報修正入ったから、まあ、ちょっと怪しいんだけど、まあ確実にこののび太だけが適正なのおかしいし、これがのび太が、まあ、覇権握った場合、まあのび太ってそのドラえもんコラボでしか手に入らないから持ってる人もいるわけね。だからこれ普通に考えていくと、このアンチ減速壁これはあまり必要ないと。じゃあどう使うのかっていうと、ちょっとこれ神獣の聖域のあるステージを見てほしいんだけど、この左にある感じでこれあえて減速壁に触れることによって配置をして、それで攻撃を当ててんのね。こんな感じで、ということは今回の伊達政宗はこの減速壁を利用して配置して、そこで触れてダメージを与えに行くと。で、これで分かってきたのが、このクエストを作る以上、やっぱり、先見玉もパラドックスも両方とも貫通タイプが有利なのよ。作る側としても貫通タイプで作らないとかなり難しくなってしまうのよ。でもこれ、減速壁が出てきたことによって、反射タイプでも十分可能性が出てきた。だからビーラとビナーが反射だから、さらにビーラとビナーの適正度合いが上がったと。で、見てもらったらわかるんだけど、この、ギミックに対応してる、この貫通タイプのやつら、これみんなめちゃ強いのよ。このパワー！みんな強い。この上から言うと、なんだろう、タンポポもめっちゃ普通に今の爆弾で強いし、こいつもまあパラドックスで適正もらったわけだから、千の利休も。で、このガブリエルもめちゃくちゃ強いわけだし、この熱き冒険 X フラッグジュニア、輝く冒険 X フラッグジュニア、ドラゴンバッジュニア、なんだっけ、ちょっと忘れたもん、これ。この輝く冒険、フラッグジュニア&エクストラゴンジュニアも十分適してもらってるパラドックスで、これ強かったよな。で、さらにこいつもティルナノーグで活躍中。こいつも。ということは、もう結構よ、こいつらも適性持ってんだから、もう必要ないのよ。で、そこでやっぱりこの反射タイプのやつらが、まあ、いっぱいいるけども、まあ、適性になっていくんじゃないかと。だから、その減速壁を利用して、配置して、そこを、辿るように反射タイプでダメージを出していくから、これがよ、まあ、反射タイプが有力になったプラス、さらに怖いのが、これ減速壁だらけなんじゃない？もしかして。多分一部だと思うけど、その一部にしっかりブロックで配置しないと、マジでボス殴りに行けないと。要するに配置できる以上、さらに今までより怖い、その、なんて言うだろう、PS を求められる打ち方をしなきゃならなくなると。これはマジで怖いな。本当に貫通でいけてほしいんだけど、まあ、おそらく貫通1、2体入れると思うけど、本当に反射でうまいことやっていってっていうのが、おそらく可能性あるね。だから1体に触れて、ボスの横に2個でも配置しといて、そこにはまって、1体目触れて、で、そのボスの弱点で
壁と、その壁に配置した、幻想壁に当たらないように配置した仲間に、ボスと間で挟まってドドドってやるみたいな、そういうことも考えられるので、まあちょっとイラストに乗っけてると思うけど、これがマジで怖い。だからまあこの前の、昨日の予想動画出したように、ミナーとビーラはおそらく適正。ね、これ一応昨日説明したように、まあ超アンチミンドと。で、そして、この状態異常回復も求められると。で、お互い持ってるのね、このビナーとビナーが。この状態異常回復。で、昨日も説明した通りに、状態異常回復が、18の僕と同じシステムで、まあ、仲間に触れて攻撃力が上がる以上、まあ、仲間に触れるんだから、さらにギミックとして、まあ、伝染技、感染力とかを、まあ、防げるようにしたら、もっと、まあ、難易度も上がり、面白いんじゃないかというわけだから、おそらく状態異常回復も、こいつらを活かすなら、まあ、ギミックに入ってくると。で、それ以外持ったやつで、バルムンクも昨日説明したんだけど、このバルムンク、が、まあ、この、状態上回復ブラストでいけるんだけど、これコピー友情、昨日ちょっと指摘されたんだけど、コピー友情でできないね、これは。サーブ友情だから。まあ、だから、こいつ、SS も十分強いし、アンチューンもあるから、まあ、活かせる、かなと。十分活かせれる。で、さっき説明した通りに、この、のび太の場合、アンチ減速壁が、この、スワビについちゃってるね。スワビに。で、この素浴びについてるということは、ゲージを外したりして、その配置ができないと。まあ、結局、のび太は使えるかもしれないけど、これもったいないな、これは。アンチ幻想壁。これちょっともったいないから、結局使えるのか使えないのかわからないけど、まあ、一応よ、候補に入れてもいいんじゃないかと思うぜ。だから、ま、のび太は、ま、覇権握ることないと。で、まあ、その上で、さらにちょっと使えるモンスターはいるのかと考えていくと、ここでちょっと考えていくのが、SS が、まあ、貫通変化のモンスターは、まあ、状況によったら結構削れるんじゃないかと。で、今回のま、ギミックで反射がま、適正な場合、結構よ、かなり配置が難しいのよね。配置しても弱点を踏んで削れない場合がある。そこで活躍するのが、まあ、貫通変化の SS で、まあ、ズバズバと削っていく、まあ、こういう風な処理とか、貫通タイプの、ね、敵を貫くて、まあ、安定して、まあ、削っていけるかもしれない。で、他には、誰がいたっけな貫通変化の SS を持つこいつか、この雨の渦目とかも、まあ、十分活躍する可能性があると。で、次結構これ面白いのが、高杉。高杉の SS によって味方を集めるんだけど、でこれがちょっと幻想壁の出現によって高杉ちょっと使えないんじゃないかと。わざわざ配置したやつを SS で集める場合あるから、これ結構きついかもね。まあ逆にさっき言った、まあ、ボスの横とかに SS で集めて、そこで降りる感じとか上がる感じで弱点つきながらボコボコできたんだったら、まあ、めちゃくちゃ強いと。だから、ま、状況による、こいつめちゃくちゃ使えるか、めちゃくちゃ使えないか、どっちかね。本当に怖いな、これは。で、さらに、ま、火力要因として、さっきの貫通変化SSのやつもあったけど、この半金の、ま、壁ドンで、結構よ、ボス飛ばせるんじゃないかと。味方当たって、さらにグググググと、ま、さっき言った高杉のコンボとかで、こいつドドドドドってやれば、大ダメージを与えれる可能性がある。十分ハンターキングも夢があると16段で撃てるし SS が夢あるねこいつで。これコネクトスキル発動させる意味ないから全然大丈夫と。で超アンチウィンでも完璧契約完了。でまあいろいろ説明したけど、まあ、アマテラスのあの範囲の狭さ、適正の狭さからやっぱ考えてみて、このビーラを使ってくれと。で、状態異常回復は全員いらないから、まあ、ビーラーを入れて、ビナーを入れて、その後の枠は2体ぐらいは、まあ、状態異常回復なくてもいいよ、キャラで埋めてね、という流れで来るんじゃないかな、これもしかしたら。でも、レクイエムやイリアの反省を踏まえて、適正派を広くしてくる可能性もあるけど、まあ、難易度は変わらず難しいはず。オッケー。じゃあ、おめらの意見待ってるぜ。それでは最後に、この伊達政宗の性能を、ま、解説していくぜ。で、こいつは運極作るかどうか。これは絶対作った方がいいと思う。まあ、新アマテラスと違って、まあ、高難易度にはまってるわけではないんだけど、まあ、新アマテラス以上に、まあ、運枠として、まあ、今までの運極作りにかなり役立つモンスターになってるぜ。で、こいつがスピードで、
貫通、そして超アンチ力バリアでめちゃくちゃ速くなると、アンチ魔法陣、広く対応してる、これがギミックに、そして、まあ、ストライクショットがさらにスピードを上げるというこの SS と、友情コンボ、この長弾で、まあ、雑魚処理がもっとうまくいくし、このラックスキルゆっくりで、もうさらにそれが強くなると。で、このステータスが結構面白くて、HP が 24,000 とめちゃ高いのよ。そして攻撃力が低く、スピードが 412.65 と、かなりスピードが上がっていくモンスターになってるぜ。で、こいつの、まあ、性能を見てて思うのが、マジでよ、この、またつみなのにね、またつみと一緒。で、このまたつみ自体がガチャゲンとして、まあ、活躍してないけど、この今回の、こいつ、まさむねの方は、運枠として、まあ、活躍できるわけだから、まあ、めちゃくちゃ優秀だと思うぜ。ぜひ作ろうぜ。そんじゃ、次なんかで会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の宴会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。